豆粒種ね、これ植えれば育つで、育つともうどんどん広がっていくでしょ。そういった意味があって、内包してるっていうのかな、一つのことを通してそこから広がっていくっていう、発展していくっていう起源みたいなイメージがあるからね、うん、始まりっていうか、一粒 の大きさに、の限界が表と裏一つ、それが一つの単位で、一つ終わって次のまた一粒やると、一つと一つ二つっていう単位になるけど、で一握り分全部終わると大体100粒、そうすると一握り分が今日終わる、でまた新たに始める、そうすると一握りと一握りとまた一つの違う単位がこうできてくる。書いてる文字は The Now Is、 The Now Is の The がインデックスで、 Now っていうのはそういう現象という意味で言ったらいいのかな、変化してるものっていう、今っていう言葉を使ってる。存在の在、存在っていう漠然的な概念、じゃあそこに何含まれるかっていうことを考えると、全て含まれるわけ。一つとして独立したものってないわけ。全部一緒にあって初めて生きたものとしての意味が出てくる。だからそういうこう生きているっていう状態を Now っていうふうに僕は捉えてる。でその生きているのが存在するっていうのを見なきゃいけない、認識しなきゃいけないっていうのがインデックスで、 Is っていうのはその3つが同時にあるっていう、存在してるっていう。で Is を説明するためには The と Now がなきゃいけない。まあ、写経というのは単純に言うと同じことを繰り返す、その繰り返すというのも行為で繰り返す、あとコピーする、機械的なコピーと手作業のコピーと違うでしょ。機械的なコピーもまあ再現するけど、厳密には 100% 再現できない。僕の場合は一つの意味をコピーするという意味もある。行為をコピーする。毎朝歯を磨く。そうすると磨き方が変わってくると。順番が変わってくるとか、方向が変わってくるとか、やり方が変わってくるとか。で、一つのこう、形がこう できてきたりする。コピーをしてる途上に、書いてる時に電話が鳴ったりする。書いてる途上にお腹が空いたりする。でコピーをする状況というのは純粋じゃないんだよね。僕の場合は同じ行為、同じやり方、同じ形式、同じビジュアルなんだけれども、素材も変われば、寸法も変われば、あと始める場所が変われば、侵入する場所が変われば、全て変わってくるわけ。あ、眼鏡はね、新聞を僕は読んでて、ニューヨークに行ってニューヨークタイムズ撮ってるんだけど、最初は英語を勉強するため読んで、それを覚えるために切り抜いたり、文字を切り抜いたり、記事を切り抜いたり、それで顔をたまに切り抜いたり、活字を切り抜いたり、顔っていうふうに決めてなかった。自分の記憶のために切り抜きを始めたの。その顔を覚えておくために。というのは顔っていうのは一つのね、その時代からその人、その時代からその背景から、それから自分自身の時代から背景から、その自分にリフレクトするためのね、要するに符号、暗号的な意味で切り抜いたわけ。その時の僕の時の印っていうか、僕自身の 時の印、自国、アフガニスタンのね、イラク戦争の
犠牲だけど、新聞記事の切り抜きの、まあ、代表っていう、あの例えばっていうエグザンプルよね。で僕は一番ね、切り抜きたくない作品だったの、顔を。僕はね、切り抜く時っていうのはね、すごいこう痛くなる。その人と同じような状態、気持ちになる。それがものすごく感じた、これの作品は。保存する目的で、樹脂で貼っつける、プラスチックに、ね、貼っつける。で、透明板を使ったというのはね、物を通して見るっていう。僕のアートの基本は表面でしょ。もともとは僕は絵画を考えてるから、平面っていう提示がされた場合はそれ以外の意味がないっていう絶対性がある。固定された意味としての平面は王様っていうかね、っていう考え方が基本的にあったわけ。じゃあ平面って何だっていうと、与えられた表面でしょ。だから固定された表面のことを言う。ところが固定された表面に裏側があったらどうなりますかって。提示する人はさ、提示したする人の平面を提示するのはいいけれども、見る人というのはそれを観客の固定された概念でものを見るという要素を僕は引き出したかった。だから絵画の裏側っていうのは見る人の観客のバックグラウンド、ある意味で言葉にするとおかしくなるものがほとんどで、それを言葉にすると本当は良くないけど説明しなきゃいけない。一言ではもうね、だから一つの、そして全てに偏在するそれって何っていうの、それっていう言葉ぐらいしか出せないのね。こうなの、クォーテーションマーク、これだよ、えっていう何ですか、生きることって何ですか、これ